ファッショニスタ平野・ヒラノシオパリでの異例の行動が話題沸騰。こんにちは、皆さん。最新のエンターテインメントニュースをお届けします。今回は、注目のアーティストであるヒラノシオが魅力的なショッピングの旅にパリを訪れた様子をお伝えします。彼のファンとして、彼が世界でその存在感を示していることに興奮しています。パリでのヒラムの冒険は、ルイ・ヴィトンの有名なファッションショップで始まりました。 そこでは彼は洗練されたスタイルと個性的なファッションセンスを活かして楽しいひとときを過ごしました。その瞬間を捉えた写真からはパリの美しい街並みが背後に広がり平野の存在が一層引き立っています。何よりも注目すべきは彼が手にしていた3つのルイリトンの黄色いハンドバッグです。これは一般的なショッピング体験を超えてファッションの新たな次元を示唆しています。その鮮やかな色彩は 平野が個性的なスタイルをさらに際立たせ、まるでアートの一部のようでした。彼のショッピング体験には、彼を支えるボディガードの存在も見逃せません。これは単なるセレブリティの儀式ではなく、彼がどれほど注目を浴びているかを物語っています。ファッションアイコンとしての平野の地位は、彼を取り巻く人々によって確かなものとなっています。ショッピングを終えると、平野は自信に満ちた笑顔で早足で去っていきました。その表情からは、 彼が新しいイベントに向けて準備を進めていることが伝わってきます。彼のファンにとって、彼の次なるパフォーマンスはどんな驚きと感動が待っているのか、今から楽しみで仕方がないでしょう。平野自身も、このパリでの滞在を自身の SNS で報告しています。彼は、ルイ・ヴィトンにご招待いただきパリに来ています。明日が楽しみですとコメント。その青空に映えるパリの風景とともに、平野の期待感が伝わってきます。 ファンたちからは、その投稿に対して多くのコメントが寄せられています。景色に負けてないのがすごい、かっこよすぎます。眼福でしかない、パリの風景に、青空に紫輝くって最高な組み合わせ、全身 LV なのにさらっと着こなす、紫テルさんさすがといった声が広がっています。平野のファッションセンスや魅力が、ファンたちの心をわしづかみにしていることが伺えますね。これからも、平野仕様の魅力に目が離せません。 新たなエピソードが待ち受けていることを期待しながら、彼の活動に注目していきましょう。